ちは、こんばんは。コクハタチャンネルへようこそ。この動画がアップロードされている頃はもう個展が終了していると思いますけれども、チャイルドストーリーの個展中に撮影しています。今日はコメント欄でリクエストいただいた作品を紹介したいと思います。この2011年にお届けした展覧会レッドチャイルドの中の1枚なんですけれども、その中の作品 I'm not a bag、 私はカバンじゃない、私はママのカバンじゃないのよっていう、ちょっと私物化をテーマとした作品をご紹介したいと思います。それでは作品ショットを見ながら作品についてちょっとお話ししたいと思います。どうぞ。作品のコンセプトとかステートメントに関しては、以前にこのココアートチャンネルでもお話ししていますし、メインチャンネルの方でもアップロードしているので、それに関しては説明欄にも貼っておきます。今回はこのちょっと画法についてお話ししたいと思うんですけれども、この展覧会自身が子どもの私物化、それを大きなメインテーマとしてお届けした展覧会だったので、何か展覧会の目玉となる作品を作りたいと思って、もう私物化をダイレクトに表現した作品なんですけれども、実際にカバンの取っ手をコラージュしてあるんですね。針と糸を使って実際にカバンの取っ手をキャンバスに縫い付けてあるんです。一部だけを見るとちょっと髪飾りのように見えるんですけれども、実際私はカバンじゃないのよということをコラージュで表現した作品です。せっかくなのでレッドチャイルドの他の作品も少し紹介したいと思います。こちらはお花で SOS を表現した作品なんですけれども、ヘルプという作品です。子供の助けてという声はなかなか気づきにくいということをこの3枚で表現してみました。このレッドチャイルドのバーチャル展覧会は私のコレクター様が動画にして YouTube にアップロードしてくださっているので、そちらは説明欄に貼っておくので、よろしければご覧ください。はい、ということで今日はレッドチャイルドの中から I'm not a bag を紹介しました。いかがだったでしょうか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。画面のプロフィール画像をクリックまたはタップしてください。画面のおすすめ動画もクリックまたはタップしていただけると直接ご覧いただけます。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。